Hey guys! モンスターション TV! こちらましたモンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があれば姫島さんになれる、そんなあなたは、因果滅殺部でやっていきましょう。今回はでございますけども、たまよさんについてお話をしていきたいなと思います。たまよさんはね、鬼滅で出てきて、もうずっとなんか素敵な女性ですねっていう風に思っていたわけでございまして、そしてこの無惨様の一件でもうまさにキーとなる人物だったわけでございますけど、もうまあね、回を重ねるごとにこの珠代さんの株っていうのがもううわー言うて、これでも足りねえな、これさぐらいの勢いで株がね、思いっきり上がったわけでございますけども、まあすごいよね。珠代さんいなければちょっとこの無惨様のね、勝利とかっていうのは難しかったんじゃないかなっていうふうに思うわけでございますけども、そんな珠代さんについて今回まとめていったのでお話ししていけたらなと思います。珠代さんの力、それが一体どれぐらいのものなのか、正直先に言っておくとマジで強いです。美しき女性、そして最強の女性でございます。やっぱね、本当にこういった美しくそして強い女性ってのは素敵ですね。それこそワンピースでいうハンコックとか、やっぱ美しいわけじゃないですか。だけどもハンコックとは違った、また妖艶なこの美しさがあるわけでございます。そんな珠代さんについてお話をしていきます。まずは珠代さんの技でございます。一つ目、血気術、枠地、そして続いて四角無限の孔、そして続いて白日の魔孔、そしてこちらは番外編で出てくる技でございますけども、融通無限の孔、こういったような技をこの珠代さんは使っていくわけでございますけども、ではこの強さっていうのは一体どれぐらいのものなのかっていうところでございますけども、珠代さん他の鬼と比べると残念ながら力だけで言うと弱いです。その理由としては、まあ他の鬼っていうのは人を食えば食うほど強くなっていくんだけども、珠代さんはもう人間を食べておりません。人間を食べていないことによって、この力っていうのは他の鬼と比べてみればそこまでっていう風になってくるわけでございます。だけども侮ることなかれ、まあ鬼滅の刃で無惨様っていうのは最強の位置として、絶対的な最強の敵としているわけでございますけども、そんな無惨様をも追い詰めた人物っていうのがいるわけでございます。人間であるこの頼一さんでございますね。頼一さんは唯一ここまで無惨様を追い詰めたもう最強の人物でございます。もう怪物っていうふうに言われているわけでございますからね。それぐらいめちゃくちゃ強かった頼一さんでございますけども、それに匹敵するぐらい珠代さんやばいです。なぜならばここまで無惨様が追い詰められたことっていうのは頼一さん以外ではもうないんですよ。それをここまで追い詰めれている一番の要因は珠代さんの存在でございます。まあもちろんこれにはね、胡蝶さんの力もあってこそでございます。この2人が力を合わせたからこそここまでいけたわけでございますけどもね。だけども現実問題としてここまで無惨様を追い詰めれてる珠代さん最強だと思います。そしてその後の言葉攻めでございますよね。もう無惨様にあそこまでね、いろんなことをもうズバンズバン言ってくれるという人がいなかったわけでございますから、もう株がブラッドラーっていう感じ上がっていたわけでございます。少なくとも僕は今回の一連の件で強さ、そして美しさ、そして僕らが一番言ってほしいような言葉をガンガン投げかけてくれるっていうところではもう惚れましたということでね、まあそんな珠代さんでございますけども、何より厄介なのはやはりこの鬼を倒す方法っていうのが、まあ、限られてるわけでございます。でその方法っていうのが、まずは日輪刀で首を落とす、そして日の光に鬼を照らすっていうね、それがあって、そしてさらにはこの呪いに触れていくっていうね、全ての鬼っていうのは無惨様の呪いをかけられているわけでございまして、そこに触れてしまうと死んでしまう。なので結論としてはこの3つの方法でしか鬼は倒せない。そしてじゃあこの3つの方法を持つ鬼っていうのはいるのかって言ったら、残念ながら基本的にはいないんですよ。だからこそ無惨様は、まあ、最強の位置として入れるわけでございます。だけどもこの無惨
様の呪いっていうのを玉代さん解除したって言うんですよね。それがまず他の鬼とは決定的な違いになってくるわけでございます。他の鬼は自由に行動できないわ、はたまたそんなね無惨様に牙を向くなんてことは絶対にできません。だけども玉代さんはそれができるわけでございます。これは相当な違いですよね。そして一番やばいのは玉代さんはこの現実に敵をかけていくってことができるわけでございます。そうすると無惨様がかけている呪いで自爆させることができるんですよ。イコールこの3つの方法しかない鬼を倒す手段っていうのを1つ持っているってことなんですよ。1つ持ってれば十分ですよねっていうことで玉代さんは他の鬼をもうどんな鬼であれ現実にはめてしまえば倒せると。しかも一番のポイントは確かに玉代さんは他の鬼と比べれば弱いです。だけども無限に戦えます。それが鬼です。力なんて関係ありません。鬼同士での戦いでは力なんてもう合ってないようなものです。だからこそここで重要になってくるのが相手を自爆させる力を持っている玉代さんの力。やばいよねそういうことなんですよ。だから別でランキングもちょっと出していこうと思いますけども、余裕でトップ5入りじゃないですか。僕の考えとしてはもう2位とか3位に入るレベルですよ。それぐらい強いなっていうふうに思います。ある意味では今回無惨をね仲間の力でね倒しているっていうところでは無惨以上だっていう風に考えることもできるよね。無惨様は確かに良い周到ではあるけども、さらにその上を行くのが玉代さんでございます。そして仲間たちの力でございますよね。胡蝶さんの力も合わせて勝っていったっていう、そういった流れでございます。そしてここからは大将こそこそインドバルスということでねやっていきたいなと思います。まず玉代さんの年齢でございますね。一応玉代さんは戦国時代から生きているっていうことが出ているので、少なくとも400歳以上の鬼であるっていうことが考えられるわけでございます。美しき400歳超えの女性でございます。すごいよね。鬼っていうのだからね、ある意味魅力的ではあるんだよね。その無限に生きられるっていうね。ただその人を食うっていうところがね、自分でも抑えたいのにっていうのがあるとそこは辛いし、でさらには日を浴びれないっていうところでも辛いよね。行動は制限されるし、でやっぱ友達も作りづらいじゃないですか。そういったところでは本当に孤独だなっていうふうに思えるわけでございます。ただ無限に生きられるっていうところではそこはすごく魅力的だなっていうふうに思います。そして一番面白いのが長い間人を食べていない、そして鬼と一緒に過ごしていないことから、玉代さんはどんどんこの人間らしさっていうのを取り戻しているわけでございますよね。一番大きいのがその進化の過程で唯一飲める人間の飲み物がなんと紅茶になっているっていうね、この紅茶を飲めるようになっているんですよ。これ相当なものでございます。普通は鬼は人間のね食べ物飲み物っていうのはダメなんだけども、紅茶を飲めるようになっている。そのことから玉代さんは紅茶が大好物であるっていうね、もうめちゃくちゃ可愛いよね。唯一飲めるものだよ、紅茶が飲めるっていうので紅茶が大好きっていう、もうね可愛い、本当に可愛い。その感じを想像するとなんかもう努力の結晶なんだけども、もうそれでね紅茶が大好きなんだって考えると本当に素敵だなっていうふうに思うわけでございます。最後になりますけども、あと気になるのは、その、鬼を倒す方法っていうのはさっき言った3つのみになって、無惨様の玉代さんの倒し方っていうのはちょっと違和感を覚えるところもあって、意外と玉代さん、なんかまだ大丈夫なのかなっていう期待も持ったりするよね。まあ最新を見るとちょっと厳しいのかなと思いますけどもね、その感じ力のことが考えると、でも細胞が何回もね、こう出てきているって場面があったんで、その結果、なんとかまだ生きてるなんてことになってくれれば嬉しいですけどもね、ただそんな淡い期待を思いっきり潰していくのがワニ先生なんで100秒後に期待をぶち壊していくワニ先生もう怖いよ本当に。俺最新話マジ焦ったからね、嘘やろみたいな、もうここからどうなるかもう1ミリも分かんないですもん。まあっていうところでね、まあちょっと難しいのかなと思うけども、ただ少なくともね玉代さんの意思っていうのは後郎くんが継いでるわけでございますし、まあこれからね200話を超えていったということで、まあ鬼滅の刃まだまだ続くでしょう。そう考えていくと後郎くんがここからどうなっていくのか、鬼殺隊入りするのかなっていうところも考えたりとかね、そこら辺も期待
するところでございます。ということで今回はこの辺で締めていきましょう。改めていかがでしたでしょうか。玉代さんめちゃくちゃ強いでしょ。今まで思っていた玉代さんっていうこの人物像っていうのがこの動画を見るとまたガラッと変わってくるっていうね、強き美しき女性である、そういったような一面がまた見れるわけでございます。とにかくねもう鬼最強ランキングっていうのを作っていくのがすごい楽しかったですよ。玉代さんだってもう余裕で他の鬼倒せちゃうからさ、やべえなみたいな。でも黒死亡の場合呼吸使えるからどうなんだろうねみたいな。でも呼吸使えるって言っても刀は別に日輪刀じゃねえしなみたいなさ、透き通る世界があろうが別にっていうね、まあ、やり方はいくらでもあると思うけどね。相手の動きを止めていくっていう活動停止っていうところではドーマが敵を凍らせれるわけでございますから、敵の鬼を凍らせるっていうね、そういった手段を取れば実質勝ちっていうね。で黒死亡に関してはドーマとさらに圧倒的な差があるっていうのが一番のポイントなんだよね。まあそれがどこまで生きてくるのか、それ次第では玉代さんもちょっと難しいのかなっていうふうにも考えるところでございます。ぜひともねみんなもこの鬼最強ランキングっていうのをちょっと考えてもらってコメント欄に書いてくれたらなと思います。そして恒例でございますけども、このウイルスの件がまだまだ続いております。そしてまだ悪化すると思います。だからこそ皆さん今は絶対に家を出ないでください。 OK ですか。ということで今回この辺で終了していきたいなと思います。最後になりますがじゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガメ、早速にグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!